ペレットストーブ専門店週刊誌ペレットマン群馬です。昨日はですね、草津町のお客様のペレットストーブの引き渡しとちょっとしたリフォームというかですね、模様替え、をさせていただきました。模様替えといいましてもですね、デビルカミーのポイントという機種のですね、フロント部分にある、フロントの、両サイドにあるですね、セラミックの、飾りなんですけども、この色をですね、パンのホワイトっていう白から、グレー、セラミックグレーというグレーですね、変えるという、作業で、簡単なものなんですけども、ただですね、仕上がってみるとストーブの雰囲気が全く違う感じがしてですね、同じストーブには見えないような感じなんですね。やっぱりその、雰囲気、色というのは大事なんだなというふうに改めて感じた次第です。ペレットストーブのこと、メンテナンスのこと、新設置のこと、何かございましたらペレットマン群馬までお問い合わせください。